み保育園は通われているお子さんの成長のために必要な食事、それに栄養価は携わっていくことができる部署です。食材、お米ですね。まずお米は無農薬、無肥料、無除草剤、すごく安全なお米を使わせていただいてます。なので、精米をしたぬかもおやつに混ぜてクッキーにしたり、そういうことで、安全なものと思って、食事の方は作らせてもらっています。なので、だし昆布、かつお節、それも北海道産、高知産、いろんなものを考えて使わせてもらってますので、アトピー、あとアレルギーのお子さんも多いです。うちに通われている方は、そのお子さんたちにも安心して食べてもらえるようなものと思って作っています。あと子どもたちが、夏場になると保育園の庭はないんですけど、プランターで作った食材も子どもたちが取って給食の調理場に持ってきてくれたものを早速味噌汁に入れたりカレーライスに入れたりということで、そういうこともやりながら食育にも、携わっていけたらなと思ってやっています。私たちの職場は、正職パートごちゃ混ぜで5人ほどでやってますが、皆さん、若い方が多いので、皆さんでざっくばらんに悩んだことは相談しながら、その場その場で解決していきながらできる職場だと思っています。なので、皆さん一緒にぜひ働けたらなと思っております。はい。